い、こんにちは。というわけで先月号のゲームウェブでお伝えした通りですね、ここエンターブレイン三上ビル第3会議室で、ゲーマーとゲーマーの意地がぶつかり合います。使用するゲームはもちろんこちら、ドリームキャスト版アルティメイトファイティングチャンピオンシップです。週刊ファミ通ファミキングのコーナーでも取り上げられているこの企画、いよいよマジバトルを繰り広げる、2人のゲーマーをお呼びしましょう。まずは1人目、格闘ゲームといえばこの人、金髪の犯人はブンブン丸。どうよこの人気。どうすんだよ。やる気はバリバリ感じますか？感じるね。おっと、感じる。全く意味が分からないが、ビンビン感じてるブンブン丸は。さあ、そして2人目、さあもうまさに力のブンブン丸、技のママだと言われているもう一人のゲーマー、漆黒の技師スレブンママだ。早くも戦いは始まっている。さあ、もう少しでゴングです。きたきたきた、予告通りのマジバトルガチンコ対決。金髪の犯人ブンブン丸対漆黒の私スレイブンママだ。上げた拳は絶対下げない、逃げたきる闘志は爆発寸前。ゲーマー同士の意地と意地とのぶつかり合い、さあ果たして勝つのはどっちだ。この勝負のルールなんですけども、5本勝負3本先取した方が勝ちとなっております。実況するのは私、ポルノ鈴木、そして、解説者にですね、今回学生時代プロレス研究会に在籍していた、もうエンターブレイ1のプロレス2と言えます、お嫁新馬さんを迎えております。お願いします。さあ、スレイブママだはジェレミー・ホーン、こちらどういった選手でしょうか？ですね、日本のプロレス団体のリングスという団体にも来日経験のある。なるほど、来日経験のある選手。さあ、そしてブンブン丸は誰でした？ランクシャムロック。こちらどういった選手でしょうか？スクラバと並んで中国という世界最強と言われてますね。スクラバと並んでというあたりはなんかこう日本プロレスファンのちょっと垣間見えるところでした。さあ、試合始まっております。さあ、まずは打撃の応酬ですね。足蹴りも出ております。さあ、おっとブンブン丸キャッチ。しかし選手が肩固めに行こうとしたところを返しました。肩固めを今刺したところですね。さあ、今これおっとマウントポジションに、パスガードしてマウントポジション、パスガードしてマウントに移った。はい、ですね。柴田さん生き生きしてますね、格闘技の話をするときは。さあ、おっと今、おっ、さあ、おっと今どういった展開ですかね。フランク選手の十字をかわしたジェレミー選手がそのまま上になってブーアンドです。さあ、一発目はジェレミー・ホーン、スレイブママダが1本取りました。さあ、格闘ゲームといえばブンブン丸だったですが、分からなくなってきましたね。さあ、この両者の場合の打撃戦というその性能差というのはあるんですかね？2人ともオールラウンドの選手なので、ほほ、立ち技ではほぼ互角。立ち技でほぼ互角、なるほど。さあ、今度はシャムロックが、おっと関節も入りました、返しましたね。アームロックうまく抜けました。アームロック今抜けた。さあ、またマウントを取って、おっ、うまくマウントから脱出しました。マウントから脱出して、今シャムロックがマウントを取ったんですね。また返しました。おっおっ、今のはどういう展開ですか？ヒレス剣固めを狙ってたんですが、ジェレミー・ホーン選手がうまくかわしています。おお、まずは1ラウンド目終了。さあ、第2ラウンドです。体力的にもほぼ互角でしょうか。さあ、この打撃戦からどうマウントに持ち込むかが見どころと言っていいでしょうかね。そうですね、フランク選手はいろんな投げ技とかもありますので。ああ、なるほど。おっと、しかし打撃で押しましたね。これは上半身裸でゲームをするっていうのはどういう影響がありますかね？真冬ですからね、寒さとか影響するんじゃないでしょうか。真冬ですからね。さあ、そうこうやって間に3本目が始まっております。さあ、
ママダホーンとブンブンシャムロックの戦いですね。おっと今お打撃から今首に行きましたね。カウンターで入ってギロチンチョーク狙ったんですけど、今抜けられてしまいました。さあおいいカメラアングルですねこれは。さあ今上がシャムロックですね。フランクです。あフランク、同じですね。そうですね。フランクといった方が2ですか。おっと見てませんでした今いけません今実況が今目をそらしてみました。しかも勝負がついたんですか今。ついてますね。大変なことになってしまいました。島さんさあ今ブンブン丸が2本取ってますね。おさあ今また今アームロックから返したということですね。おっと足をおっと返して返してイールホールド回転して逃れました。回転して逃れましたね。あこういうバックマウント状態、ここからどうやって返せばいいんですかね。おこれはもう粘るしかないですね時間。あお返しましたね。普通のマウントに戻りましたが、あまたバックおっと激しい戦いですね。よく返してますよ。いやあはい、というわけで勝負に勝ったのはブンブン丸でした。おめでとう。いやどうでしたか。まあ、結構いい勝負になったと思うけど、まあ、結果的には実力が出たって感じじゃないかな。もう実力で勝ったと。おっとブンブン丸自信たっぷりです。もうね負けたスレブンマトクも残念でしたけども、2人でまあ同僚ということもありますから、最後握手でもして仲良く終わってもらいましょうか。どうぞ。おお遺恨を残したこの勝負、果たしてこの先一体どう